神様が扉を閉じるとき、別のどこかで必ず窓が開くのよ。ブンダーにようこそ。本日お作りいたします映画カクテルはこちらの作品です。サウンドオブミュージック。ドイツによる併合を逃れ、オーストリアからアメリカへと移住を果たしたトラップ大佐が家族で作った、そしてその後に大成功を収めたトラップファミリー合唱団、その物語を書いた妻のマリアの自叙伝をもとに制作されたブロードウェイミュージカルサウンドオブミュージックを映画化した1965年のミュージカル作品です。監督はロバート・ワイズ、そして出演がジュリー・アンドリュース、クリストファー・プラマー、そしてペギー・ウッドです。第38回アカデミー賞において、作品賞、監督賞を含む5部門での受賞を果たしていて、公開当時、風と共に去りぬが作った歴代世界興行収入の記録を塗り替えた作品でもあります。ドレミの歌とかエーデルワイスといった音楽の教科書でもおなじみの楽曲たちに彩られたミュージカル映画の金字塔的作品です。それではカクテルを作りいたします。本日使います材料はこちらです。緑、アリーゼブルー、そしてレモンです。それではカクテルを作りいたします。お待たせいたしました。サウンドオブミュージックでございます。この、サウンドオブミュージックというカクテルですけども、オープニングで、山々に囲まれ、緑と青空の下、マリアがサウンドオブミュージックを歌っていた場面をイメージして作った一杯です。材料も非常にシンプルで、なおかつ飲みやすいフローズンカクテルです。それでは少し飲んでみますね。こうメロンとレモンのこう爽やかな甘さがすごい心地いいですね。こうなんか目を閉じると、オープニングの場面がね、目に浮かぶようです。それにすごくこう飲みやすいので、お酒が苦手な方でも味わっていただける一杯です。1930年代オーストリアはザルツブルグ、おてんばが過ぎて周囲からも浮いている、修道女のマリア、歌うことが大好きな彼女なんですけども、いつも修道院長にお叱りを受ける毎日。そんなある日、マリアは、修道院を出て妻に先立たれてしまった、トラップ大佐の7人の子供たちの家庭教師をしないかと、勧められます。修道院を出たくないと、マリアは懇願するんですけども、半ば強制的にトラップ系と派遣させられてしまいます。これも何かのチャンスだと思って前向きな気持ちでトラップ系とやってきた、マリアなんですけども、トラップ大佐の子供たちへの厳しい教育方針にもドン引きしてしまいます。
まあ、さらには子供たちにも意地悪されてばっかりで、これはもう大変やぞと、まあ、一筋縄ではいかないなと先行きが不安になってしまいます。まあ、ですがその大佐の教育方針に逆らい、マリアは歌と遊びを通して子供たちとの距離を縮めていきます。まあ、子供たちからの信頼も得て、まあ、今まで見せたこともないようなのびのびとした笑顔を見せる子供たちを見て、まあ、トラップ大佐も考え方、まあ、教育方針を少しずつ改めていきます。そして子供たちに思わぬ歌の才能があると知ったトラップ大佐は、家族で合唱団を結成してみてはどうかと勧められます。まあ、しかし、まあ、ドイツによるオーストリア併合を機に、まあ、戦争の暗い影が一家に少しずつ迫ってきていました。まあ、1960年代といえば、まあ、ウエストサイドストーリーとかマイフェアレディ、さらにはメリーポピンズといった、まあ、名作ミュージカルがたくさん生み出された時代でもあります。まあ、そんな60年代を代表するミュージカル作品、サウンドオブミュージック、まあ、先にも紹介したドレミの歌とか、まあ、エーデルワイス以外にも、まあ、私のお気に入りであったり、まあ、ひとりぼっちのヤギ会といった、まあ、どこかで耳にしたことがあるような名曲がずらりと並んでいます。そして、まあ、子供が13歳になるまでに見せたい映画第1位にも選ばれている名作なんですね。もともとブロードウェイで人気を博していて、まあ、それがきっかけでメリーポピンズに出演し、アカデミー賞の主演女優賞に輝いたジュリー・アンドリュースなんですけども、この映画の、まあ、マリア役が決まった時はまだ、メリーポピンズが公開されていませんでしたから、これは監督の目利きがすごく良かった大抜擢と言えるでしょう。まあ、約3時間ある上映時間を、まあ、2部構成のような形で、まあ、描いているこの映画なんですけども、まあ、マリアがトラップ家とやってきて、まあ、家族の雰囲気が変わっていく楽しい場面が多い、まあ、前半に対し、戦争の影が忍び寄りシリアスな場面も多く見受けられる後半、まあ、ですがこう楽しい歌を織り交ぜているので、映画自体は重たくなりすぎないように作られています。ミュージカル映画が苦手な方っていうのは、こうキャラクターたちが突然歌い出すっていうのがあまり理解できないという方が多いような気がします。でこの映画のマリアは歌うことが大好きなので、もうしょっちゅう歌ってるんですよね。なのでこう突然歌い出すということにあまり違和感を感じません。でそして、まあ、亡くしてしまった妻を思い出すのが嫌だから子供たちに歌うことを禁止したトラップ大佐、その厳しい教育方針で心を閉ざしてしまった子供たちへの家庭教師としてマリアがやってきたわけですから、子供たちに歌を教えてあげるっていうのも当たり前といえば当たり前の話です。なのでこのサウンドオブミュージックはミュージカルが苦手な方の第一歩としてぜひご覧いただきたい作品なんです。公開から約65年が経ったわけなんですけども、自分の子供にも、なんだったらゆくゆくは自分の孫にも見せてあげたいミュージカル映画の傑作です。最後までご視聴くださりありがとうございます。チャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それでは今日も素敵な映画と一杯を。